キャットルーキーは、庭圭介による、野球漫画。1993年5月増刊号から2003年3月増刊号まで、少年サンデー長増刊で連載されていた。単行本、全26巻。2010年7月現在コミックパークの、オンデマンド版が入手可能である。日本のプロ野球パリーグが舞台。パリーグの実在選手らをモデルとした。 登場人物も数多く登場する。作品は三部構成で、基本的にペナントレースの一年間を各部で描いている。第一部がユーコン小太郎編、第二部が四方二十三、夜編、第三部が虎島三ヶ月編となっており、各球団、トムキャッツに入団したルーキーが、それぞれの部の主人公となる。なお、 各主人公たちはそれぞれ猫に関する名前や特徴を持っている。ヤマトム・キャッツのドラフト一流キーユーコン・コタロは、強し速球を投げる実力がありながら極度の気分屋という性格が災いして、勝ち星を挙げることができないでいた。不調の原因は、思いを寄せる女子アナ中井穂積と、高校時代からのライバル、清本天馬の熱愛報道。だが、ふとしたことから、 オスメは、中井がかつて自分と同じ高校の放送部員であり、その頃から自分のファンだったことを知って自信を取り戻す。しかし中井は研修のため、アメリカに旅立ってしまうのだった。経営難のために、身売りの噂が絶えないトムキャッツであったが、ある日選手たちに告げられたのは、身売りどころか今季限りでのチーム解散、消滅だった。優勝すれば、 解散を撤回させられると考えたオスネは、テレビの生放送で優勝できなければ引退すると宣言、自ら追い込む。オスネの心意気に動かされ、チームは一丸となって、快進撃を開始する。しかし、南部、ペガサスの放った四角、デーモスの打球によって、オスネは負傷し、戦線離脱を余儀なくされてしまう。果たして、オスネは、 トムキャッツを優勝させることができるのか。第一部終了直後のシーズンオフ、トムキャッツ二軍周期キャンプを訪れる小柄な青年の姿があった。その青年、司法23やは二軍監督の水原に、自らの波外れた集中力をアピールする。リハビリのためにキャンプに参加していたオスネが、テスト相手を買って出た。オスネの高速球を、司法は、 鋭いスイングとともにライトポール際に叩き込む。しかし、ファウルと判定された上に、この一振りによって筋肉を痛めた司法はあえなく三振してしまう。敗れて納得の表情を見せる司法だったが、オスネは入団を進め、水原も同意する。やがて司法は、その集中力を武器に大活躍することになる。第二部から一年後の夏の甲子園、東東京代表。 戦争時高交代コーチ代表、桂浜高校戦のスタンドにトムキャッツのスカウト、ブタの姿があった。司令塔となる保守の獲得を、水原監督から依頼された無殿は、無名の戦争時を甲子園出場に導いた首相の虎島休治に、白羽の矢を立てていたのだった。一方の桂浜は、エースの負傷により控え投手の3ヶ月心が当番。そのカーブの変化の鋭さに虎島は、 強い印象を受ける。甲子園閉幕後、虎島は、豚から正式に、ドラフト指名の挨拶を受けた。進学を理由に一度は断った虎島だが、3ヶ月のカーブが忘れられず、3ヶ月を一緒に指名するという、条件で入団を承諾する。そして自ら3ヶ月を説得するために、無殿と共に、コーチに向かった虎島は、桂浜首相の坂本から3ヶ月の抱える事情を、 知らされる。モデルは当時の近鉄バッファローズ。第1部では赤字により消滅の危機にあったが、リーグ優勝する活躍により黒字経営に戻り、危機を脱する。12球団中唯一、日本一になったことがなかったが、第3部で達成することになる。親会社は、オスネ小山とという運送業。なお連載終了後ではあるが、2005年3月に、 近鉄バファローズは、オリックスブルーウェーブに統合され、オリックスバファローズとなり、第一部で描かれた、身売りではなく球団消滅に近い形となってしまった。モデルは西ブライオンズ。豊富な戦力を持つ、リーグ最強チームとして描かれている。モデルは、当時の福岡大英ホークス。前身の東海イーグルスを巨大企業、大王グループが買収して誕生。モデルは、 当時のオリックスブルーウェーブ。モデルは当時の日本ハムファイターズ。モデルはチワロッテマリーンズ。基本的にオールスターゲームのエピソードにのみ登場する。副題として、四方二十三、夜編は風の中の尻尾、シマ、三ヶ月編はウィザード二匹が付けられている。正確には六をトライアングル状に並べている。ありがとうございます。